よしよし、任せたまえ。何悪いようにはしないから。とりあえず善は急げだな。今ならまだ夕食には間に合うぞ。いいんですか？何がかね？勝手に持ち場離れちゃって。大丈夫大丈夫、次の電車は当分後だし、少ない客の大半は定期だから素通りだし。おい、お嬢さん、どうしたのかね。いえ、なんでもないです。という事情なんだがね。あらあらあら、それはそれは。そうそう、あなた、ハトさんでしたっけ？はい、そうです。大変だったわね。ここは田舎ですものね。知らなかったらバスがそんなに早く終わっちゃうなんて思わないわよね。はい、私もここに嫁いできた時はどうしようかと思ったのよね。ほら、テレビのチャンネルも少ないでしょ。でも、もう大丈夫よ。あまり若い人向けのところじゃないけど、今日はゆっくりしていってね。ありがとうございます。お世話になります。あらあら、これはご丁寧に。まだ若いのにしっかりしてるのね。さっき来た子もそうだけど、やっぱり一人旅をするような子は違うのね。はあ、しっかりしたいんですけどね。それじゃあ、はい、ここに基地をお願いね。ここですか？おかみさん、用意できました。はいはい、それじゃあお願いね。わかりました。ちょうど今から夕食なのよ。お部屋に荷物を置いたら昼間の方に来てね。それじゃあごちそうになろうか。あんまりサボっているようだと組合に言いつけますよ。おっと、それは勘弁。せっかくお客さんを引っ張ってきたっていうのに厳しいな。またのお越しをお待ちしております。はいはい、それじゃあお嬢さん、良い滞在を。
た来た。ハトーさん、お膳のあるところに適当に座っちゃって。します。あ、うん、あなたでしたか。ご一緒するかもしれないと薄々感じていましたが。え？この辺りではここが一番適当な宿ですから。そうですね。お待たせしました。それでは皆さん、たんとお上がりになってください。いただきます。そのですね。そんなにかしこまらずに、普通に話してくれて構いませんよ。
敬語使ってますし。ではこちらも崩させてもらおうか。幸い年もそうは離れていないだろうし。はあ、敬語の方が良かったかな。いえ、そんなことないです。敬語じゃない方が私としては楽なんだけど。そうか、ならばこれでいいだろう。はい。やっぱり敬語の方がいいかな。いえ、普通でいいです。普通で。さて、先ほどの質問に対してだけど、私は一人だよ。他に誰かがいると思ったのかい？ほら、写真の？そういえば、見られていたようだね。あれは単なる尋ね人で、私の連れというわけではないんだ。尋ね人って、家出か何か？そんなところにしておこうか。それで、ハトです。ハトウケ。ハト？うん、ハト。佐藤さんのサの字を羽織バカマのハの字に置き換えてハト。ちょっと変わった名字でしょう。確かに。なんだったら K でいいよ。私は千葉うずきという。え？千葉うずきさん。百、千、万、数量の千に、あなたと同じ羽で千葉。ありていに言えば千羽鶴の千羽だね。ああ。月はどんな字なの？鳥のカラスに天体の月で、うずきと呼ばせる。カラス？漢字の鳥から横棒が一本抜けた牙辺のない方のカラスだよ。あ、ウーロン茶のウー。そう、それだ。
確かに出生届を書き損じたのだろうと口さがない人には言われたりするね。花鳥風月の鳥と月を気取るつもりが一歩抜けてカラスになったと。クーさん、どうかしたのかい？ううん、なんでもない。私のことケイさんって呼んだ？確か先ほどそう呼んでもいいと。問題があったかな？ううん、それは全然。別に呼び捨てでもいいよ。うん、それで何の話だっけ？そうだった。私は家の用事の関係でこちらに来たわけだけど、ケイさんは一体どうしてと思ってね。何にもなさそうなところだもんね。一応この旅館にも温泉を引いてるそうだけど、それだけで客を呼べはしないだろうしね。確かにそうだね。もっと涼しかったら秘書に来る人もいるかもしれないけど、私だってお父さんの実家がなかったら家でゴロゴロしてたかも。実家があるのに旅館へ？実家って言っても誰も住んでないところだから。それに終バス逃しちゃったし。